これ出てきそうじゃない？見たいよね。昭和のおもちゃといえばこれ。懐かしのおもちゃをご紹介だったよ。ちょっと見てみる？みんなこっちの最新より古い方がいいんだよな。あー！懐かしいこれ。これよ。これ絡まるやつよく。この階段とかでやったよね。めっちゃさ、絡まるんだよね、途中ね。ごじょごじょになってね。夏いよね、これね、ビヨーンってね。みんな持ってたよね、これね。これ正式名称ってなんて言うんだろう。正式名称がわかんないよね。書いてないよね。そう、バインバインするやつ。こうやって手に持ってこうやってバイン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 ってやる。ぴょん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 っていうの正式名称。ほんとに？あ、スライムね、これね。いやらしい音すんでんね。このさ、この壺の中にさ、指突っ込むとブリブリブリって言ってね、ブニュブニュって音すんでんね。なんかね、ブルブル、ブルブリブリブリとか言ってさ。ねえ、なんかすんげえいやらしい音すんでんね。ブリブリブリとか言って。あ、髪の毛ついて泣いてる子いたね。いじめられててね。これ取れないんだよね、スライム系ね。髪の毛ついたら最悪なんだよ。ガムとかもそうだけど。いたよね、ついちゃってる子ね。いや、髪の毛に ついちゃう子いるんで、いじめられて。あ、ルービックキューブね、あったあった。ねえ。あ、先ほどのば、あの何、ぴょんぴょんは、スリンキーっていう正式名称なのね。スリンキー。これさ、ルービックキューブ私さ、ばらしてさ、一個一個入れたもんね。ズルしてた。全部バラバラにして、もう全部ね、プチプチ入れ直して、ズルしてた。昔よく、あ、これだね。これさっきのスリンキー。トムボーイカラースプリングってね。鉄でできたものとプラスチックでできたものがありますと。階段で遊んでいてお母さんから危ないよって怒られるようなこともありましたよねと。あー、ペン立てで使ってる人いた。いたいた。ねえ。じゃあ次。ブーブークッション。あ、これもあったね。このさ、デザインが受けるんでね、ブーブークッションね、なんかね、こういうのね。ブーブークッション。おならのブーってのやつね、下に引くとね。あー、これ好きー、これ好きだった、フラワーロック。これ大好きー。これね、音鳴らすと動くんでね、これひょこひょこってね。くねくねね。懐かしいね、これ。サングラスをかけた楽器のデザインとね。踊るようにして動くと音が鳴るとね。部屋のインテリアとして置くような人も多かったですと。年代的には20代ぐらいに一番ヒットして、売り上げは全世界で850万個も売れたんだって、これ。そんな売れたの？でもうちにもあったもんな、これな、フラワーロック。850万個売れたんだって。ファイナルファンタジー並みじゃない。流行ったね。チョロQ。まあ、これは男の子のあれだよね。私あんまりチョロQとかもやんなかったな。新幹線のおもちゃとかやったけど。出ました、出ました。はいはいはい、これね。モーラー。モーラーね。懐かしいよ。このなんか、毛虫みたいなのがさ、こうやって動かすのよ。これ、ブルブルっつって。え？知らない、モーラーって。毛虫みたいなの。75年に発売されても、そんな古いんだ。私が生まれる前だ。
鼻の先にテグスが結びつけられたら、これを引っ張ると、まるで生きてるかのようにとても自由に扱えますと。発売してから200万個を売り上げたのが、もうそんな売れたのね。ペットを飼ってるって感じでね。一時期ブームは去りましたが、21世紀になり、また人気が出てきてます、だって。へえ。再ブームがあるんだね。これはよく遊んだね。本当にさ、なんつうの、虫みたいに動くんで、こうやってフュー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 って。結構ね、動きがリアルなの。本当虫みたいに動くんだよ。ねえ。知らない？嘘。知ってるっしょ。ポッピンアイ！やりました、やりました。もう懐かしい、ポッピンアイ。懐かしい、これ。これはやっただろ、みんな。ポッピンアイ。これね、ほっぺたにつけてね、取れな、あの、跡ついちゃったりとかさ。あったよね。ちょっとごめんね、私、アップで。これね、足の裏とかにね、くっつけたりとかね。おっぴんやい。パーンって弾けんね、パーンってね。パーンつって。結構いい音なんでね、パーンってね。1980年代に流行したおもちゃですと。ゴムでできてる、ゴムの反動で高く飛び上がるとパーンってね。そう、跡ついちゃってね。すごい跡つくんね。これ懐かしい。この水に。これあったあった。これあった。ピュッと押すと浮かぶ。なんだっけ、これ。これ懐かしい。これさ、ボタン押すとさ、輪っかみたいなのがフィアーって上がるんだよね。ふわーって輪っかがふわーふわーって、スノードームみたいな感じだよね。いや、テンション上がるわ、これ。ふわーってね、水のなんつうの圧力みたいなのね。イライラするね。そう、水圧で、ね、ちょっとね、やば、昭和いいね。このデザインも素敵だよね。かっこいいよね。あったあった、ダイヤモンドゲームってあった、この謎のゲームね、これね。あったね。友達ん家にあったよ、これ。このゲーム。1890年代。あ、そんな古いんだ、これ。へぇー。そんなに昔のゲームな、ドイツで生まれたのって。あ、野球版ね。でもこれは私は世代じゃないんだよな。なんとなく知ってるけど。もっと進化したやつはやったことある。野球盤ゲームね。ちょっとここら辺。あー、懐かしい。これやった、ソフトクライナー。これね。なんかプラスチックのさ、できててさ、ガボってはめんでね。あの感じがいいのよ。あの、ガボンって入る？こうやってパコンって入んのよ。羽と羽がね。あったねー。あ、ツイスターね。これあった。うちにもあったわ。やったで、これね。未だにやってんじゃん、ツイスターゲームね。あ、そう、駄菓子屋にね、飛行機。あー、人生ゲーム、初代ね。初代人生ゲームだ、これ。私、令和版の人生ゲーム持ってるけどな。人生ゲームもよくやったね、あのね。コマ回してくるくるっつってさ。で、お札とか盗む人いるんだよね、必ずね。テレビテニス、何これ。これはちょっと知らない。昭和50年。これはちょっとわかんないな、古すぎて。懐かしい？あ、
ドンジャラとか難しいね。俺はわかんないなぁ。あ、黒ひげね。これ昭和50年なんだって。黒ひげさん。今もあるよね、黒ひげ危機一髪ね。あ、これがさっきのウォーターゲームね。あー、これやったことある。これやったことある、これ。ボタン押すやつね、ポコンポコンってね。今、じゃんけんでみんなやるじゃん、お盆かぶったりとかさ。難しい。これ昭和51年だって。魔法使いサリ、こんなしょぼい絵だったっけ？緑のマントだったっけ？赤い服っていうのを覚えてるの、緑のマントなんてサリちゃん。ね、古いよね。魔法使いサリーは、1966年から68年。日本初の女の子向けのアニメとしてだったよ。そうなの？日本初の女の子アニメだったよ。それまでは少女向けのアニメはなかったんだね。キャラクターはサリーちゃん、ヨッちゃん、スミレちゃん、や、三つ子の兄弟、あ、いたね。サリーちゃんは希望が丘、第三小学校に通う小学生という設定だった。ゲゲゲの鬼太郎ね。もう今もやってるんで、ゲゲゲの鬼太郎ね。人気シリーズよね。ゲゲゲの鬼太郎ね。これも1966年だってね。あ、下の女王とかね。これはでもリアルタイムで私見てないわ。再放送で見たけど、ドカベンとかね。あ、天才バカも。これも再放送だね。私見たもん。天才バカボンもリメイクされてるもんね。あー、魔女っ子メグちゃん。魔女っ子メグちゃん出ましたよ、皆さん。鬼太郎もテレビは終わったんだもん。魔女っ子メグちゃん懐かしいね。シャーララン。え？シャラララン？シャランだっけ？シャラララーンだっけ？なんだっけ？なんか歌あったよね。シャランランって歌。魔法使いサリーの後に出た、魔女系アニメとね。ライバルが初めて登場するんだろうだって。あ、服部くんね。服部くんね。たったった。服部くんってなんだっけ、歌。ああ、キテレツね。キテレツもよく夕方やってた。夕方見てたわ、キテレツね。よく見てたわ。ちょうど夕方にやってたんだよね。で、大体、キテレツ見てたら眠くなんだよな、私の。ピンクレディーグッズって、これは多分、ヒデママとか、その世代だよね、ピンクレディーはね。私はピンクレディー世代じゃなかった。ピンクレディーグッズ。下敷きやプロマイド、消しゴム、カンペンケース、鉛筆などもアイドル一色だったって。母親世代の多分ね。象が踏んでも壊れない筆箱。これもちょっと古いよ。知ってるけどね。これも知ってるけど、ちょっと使ったことあるね。これ本当だよ、本当。象が筆箱を踏みつけるテレビコマーシャルで、頑丈に作られてると日本中のブームになりましたと。500万個販売だってすごいよね、この頃ね。何でもヒットするとこんぐらい何百万個って売れちゃうからね。すごいよね。クーピーペンシル持ってた。た
持ってた、桜クーピー持ってた、大好きだった、これクーピー。クーピーみんな知ってるかな、色鉛筆じゃなくてクーピーなのよ。クーピー使ったよね。私はクーピー大好きだった。ねえ。でさ、これさ、削るとさ、あの削ったカスが私好きだったんだよね。あれ集めるの好きだったの。なんかね、もったいないような感じしてさ。なんかね、カスを集めてたんだよね。食べてる人もいた。いたいた。クーピーのカス食べてる人いたよね、削りカスね。1973年に発売されたクーピー鉛筆は、プラスチック色鉛筆と呼ばれるものでと。先端を削って使うものでしたが、クーピーは下からも横からでもどこでも使えると、マルチな色鉛筆と。入れ物には小さな鉛筆削りも入ってましたね、だって。クーピーは消しゴムでも消せるという特殊、これ初めて知った。そうなの？クーピーって消しゴムで消えるの？本当に？クーピーペンシル消しゴムで消せるという特殊素材だったよ。消しゴムもついてた？あ、本当だ。でも私消したことなかったな。あ、専用の消しゴムだったんだ。桜クレパスが、有名なメーカーね。ヤマトノリ。出ました、出ました。これもね、図工の時間によく、くっつかないノリでしょ。もうイライラするノリだよね。私、このヤマトノリ大っ嫌いだと思う。本当に手にくっついたりとか、もう使えねえとか思ってさ。すんごい使いづらいね、これ。これ食べれるの？学校の文具入れにの箱に入っててマストアイテムの一つ。ロング、110年も経つだって、発売から。そう、これだよ。チューブタイプは手が、これよ、これ。これが嫌だったの、私も。手ベトベトでね。ねえ。で、変なさ、蓋みたいのにさ、こう入れ替えて、こうやってなんか伸ばしてさ、超めんどくさいんだ、これ。ねえ。あのスティックのさ、糊が、初めて使った時、衝撃的だったもんね、あのね。クリクリクリってやるやつ。もうね、雷が走って。マジックインキー。あ、これもあったね。ポスカとかね。マジックインキーもね、よく使ったね、これね。このサイズ感がいいんだよね。強力な。あ、魔法という意味なんだ、マジッキーって。マジックインキーって。これ結構匂いするね。変な匂いね。これあったよね。みんな使ってたよね、これね。このグリグリグリって入れる感じがいいんだよね、これね。ゴムグリップ。こちらが、今でも売ってんだね、これね。確かに持ちやすかったもんね、これね。使ってない？ローリングローラー！出ました！これ大好き！これよく使ったわ。これローリングローラー。ねえ、これ鉛筆をさ、こうやって入れてぐるぐるぐるってやるんだよね、こうやってね。知らない？このさ、穴みたいなところにさ、こうクッて入れてさ、回すとさ、この模様が描けるね、これ。この模様。ぐるぐるぐるって回すとね、これ全部鉛筆で描けんの、こういう風に。あんなにブスって入れてね、回すだけで。ねえ、いろんな組み合わせができんだよね、何個かついててね。大中小のプラスチックの丸を、ギザギザの枠の中に入れて鉛筆を差し込んでぐるぐる回転させるやつとね。これ面白かったよね。
あ、友人会社、そういえばあったよね。今ないもんね。ねえ、確かに切符をさ、手でパチパチやってたよね、昔ね。小学校の頃とかさ、駅員さん立ってたもんね。で、パチパチやってたもん。駅員さんが切符を預かってパチンってやるの。今は自動でしょ？駅に、駅員さんこうやって立って切符を預かってパチンってやって確認してたんだよね。ね、そろそろリズムカチ、ね、カチャカチャンカチャカチャンとかやってるね。店員さんとか言ってね。カチ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 とか言ってるね。練習でね。今、出入りスムーズになった駅の自動改札、昔は、駅員さんが立っていて、出るときには切符を渡して出る仕組みだったと。ハサミさばきがスムーズで、パチパチと、軽快に次々に切っていく駅員さんの姿が当時はかっこよく見えたと。今は切符を買わなくてもピッとやれるので通れるようになってスムーズで便利になったとね。懐かしいね。ちり紙。これは私見たことないな、友達ん家でも。ちり紙っていうのは、いまだにトイレットペーパーのことをちり紙っていうのは、この時代の人でしょ？ねえ。トイレットペーパーって言わないで、ちり紙ある？とか言う人いるじゃん。ねえ。今のトイレットペーパーね、昭和40年ぐらい前は、ちり紙を使っていましたと。これはどこに捨てるんだろうね。そのまんま流すの、ポトンって。ねえ、ちり紙って言うよね、みんなね。バキュームカーが来て、汲み取り式になってるのね。パチンコ台。昔のやつだね、これね。ここら辺ちょっと古すぎじゃない？ね、このね、折り方ね。これはでもみんな共通するんだよね。このハートとかね。これ学校でもあったよね、これね。ねえ、手紙折るのね。メモ回してね。ねえ、交換日記。出ました。交換日記出ましたね。ありましたね、友達とね。私は絶対回ってこない交換日記。え？絶対回ってこなかったんで、自分で交換日記してたの。つ らいでしょ。そう、ディアナナちゃんね。なんか飽き性だからね、嫌がられんだよね、交換日記しててもね。あ、手袋人形ね、作ってる人いたよね、これね。へえ、でもこれ何？流行りなのかね、これね。手袋で人形作るやつね。よく雪の日とかさ、冬とかにさ、友達とか作ってたよね。見た目がすごく可愛いね。女子はみんな作っていましたとね。この手袋で人形。みんな作ってたよね。ぼんやり眺めた。ドリンキングバード。あったね、これね。カッコンカッコン。あったね。カッコンカッコンってなるやつ。ずーっとこうなるんで、ね、カッコンカッコンってね。あとさ、このさ、下のバージョンみたいなのさ、水がさ、手の温度かなんかで水がふわーってさ、上がるやつとかあったよね。なんつうの？このフラスコみたいに触るとさ、水が上にフューっていくやつとかね。あったよね。あ、動物の森にあった？液体はジククロメタンという気圧水ら水ので、お尻の部分に入ってたと。学研の科学と学習。これはちょっとわかんないな。まあ、学研はね、私の時代もあったけど、ノスタルジーすぎるね。ステレオのニッパー犬。何これ。全然わかんない。ちょっと古すぎるよね。何これ、ステレオのニッパー犬って。冷凍みかんね。
駅弁の緑茶って何これ？駅弁の緑茶と冷凍みかん。ポリ容器に入った緑茶が売ってたんだ。まあ、冷凍みかん食べたことあるけどな。へへ。これが何？緑茶なの？これ。これ。知ってんの？これ。これ行ってみますか？これはわかんないね。粉歯磨き。資生堂粉歯磨き。家にあるものでね。何これ。ババア多すぎ。何粉の歯磨きって。こうなんだ。あ、笑い袋。これは知ってる。笑い袋ってあったね。あったあった。うるせえやつでしょ。わははははははとか言ってね。すんげえうるさいやつだね。リリアン来ましたよ、リリアン。これは懐かしいよね。みんなさ、よく話すよね。リリアンはやったよね。ベープ、ふまきら。あったー！これあったー！うちにもあった、ブスって刺すんだよね、ここにね、緑色のやつをさ。ここね、この、なんつうの、この隙間のとこにね、板みたいのをね。あったよね。水枕ね。このガラガラって氷入れるさ、音がいいんだよね。ガラガラって感じでね、こう、ママとかがさ、こうやってさ、タオル巻いてさ、持ってきてくれるんだよね。これだけじゃ冷たいかな、タオルをさ、巻いてね、この上に。思い出すね、風邪ひいた時とかね。ローラースケートってこんなしょぼかったっけ？何このボロいの。何これ。こんなしょぼかったっけ？いや、私も持ってたっけ、こんな汚くはなかったよね。これあったー、サンリオ。これパティ&ジミーっていうの。あったよね、この兄弟みたいなね。これ、こういう名前だったのね。あったあった、これミスタードーナツの絵じゃなかった？サンリオザホールドビルディオ。これなんかミスドの絵じゃなかったっけ？なんかあったよね、これね。あ、ピンクパンサーね。ダダダン、タンタン。タンタンみたいな。スヌーピー。スヌーピーはもうみんな知ってるよね。かわいい。スヌーピーちゃん。佐藤製薬の佐藤ちゃん。あったね、これね。いまだにあるかな、薬局で。これ、佐藤ちゃんって言うんだね。初めて知った。しい、これも、タマフレンズ。これも集めてた、私。鉛筆とか。これ懐かしくない？タマフレンズ。これね。私こっち、この犬が好きだったの、これ。このポチみたいの。このキャラクターが一番好きだったの。これが普通にタマちゃんでしょ。タマとトラと、なんだっけな、名前忘れちゃったな。そう、うちのタマ知りませんからよね。